皆さんこんにちは、ブラックキャップマンでございます。はい、ではですね、本日も新しいスニーカー紹介したいと思います。っていうか久しぶりにシカゴブルズのキャップかぶったんですけど、やっぱりシカゴブルズのキャップはかっこいいですね。まあそんな感じですね、今日もね、ちょっとノリノリでですね、新しいスニーカー紹介していきます。はい、こちらでございます。まあ以前ね、以前の、スニーカー2足紹介した、動画あるじゃないですか。あれでまあちょっとちょろっと、紹介したんですけども、箱はですね皆さん多分あんまり馴染みないと思うんですけども、ナイキバイユーと書いた箱ですね。ナイキ ID の、スニーカーでございますね。まあこんな感じですごいシンプルな、ボックスでですね、サイドはですねこんな感じでございます。ここにねナイキのスウッシュマークがついてて、こちらもこんな感じ。まあすごいシンプルな箱で、で、こちらがですね、引き出しタイプになってて、ナイキのスウッシュついてて、ここちょっとモザイクかかってるんですけど、ここに、名前とですね今回作成したスニーカーの絵型がですね、貼ってありますね。ステッカーになってますね。とまあ、ざっとこんな感じでございます。では、早速開けたいと思います。まあちょっと引き出しタイプなんで、よいしょ。いや箱がすごい前のやつより豪華になりましたね。前のやつがまあこんな感じなんですけど、よいしょ、こんな感じで開くタイプで、まあシンプルな黒やったんですけど、まあ今回ね、白になったっていうことで、すごいなんか豪華になりましたね。はい、ということでですね、本日、到着したスニーカーがですね、はい、こちらでございます。ナイキ ID で作成したエアフォースワンシカゴでございます。はい、ということでですね、ブラックキャップはおなじみエアフォースワンのナイキ ID でございます。まあちょっと、詳しく見ていきたいと思います。まず、今回はですねこのスウッシュですね、黒ブラックですね、ブラックのスウッシュに、ユニバーシティレッドのですね差し色にして、ベースはですねオールレザーを使って、仕上げました。はい、でこちらがですね、黒紐ですね、ブラックのシューレースに、はい、こちらナイキエアですね。まあ、こちら色選択できないんですけども、黒の、プリントがされてます。で、ヒールの部分がですね、こんな感じでナイキエア、白刺繍でございます。で、こちらのエアはブラックで色が塗られてて、で、こちらアウトソールがですね、真っ赤っかユニバーシティレッドでございます。まあ、そういったシンプルな、エアフォースワンの、シカゴをモチーフにした、スニーカーでございますね。で、ちょっと忘れてたんですけど、こちら。ブラックのですね、デュブレを使ってますね。こちらですね、インスタグラムでですね、有名なビビさんっていう方がいるんですけど、その方が作成してるのを見て、真似したくなって、真似しました。まあ僕はもともとエアフォースワンが好きで、エアジョーダンワンもすごい好きなんですけど、まあここまでね再現できるともう大満足ですよね。ジョーダン1も好きなんですけど、なんかどうしても気を使ってしまうんですよね。だからといって別にエアフォース1を汚く履くわけではないんですけど、まあここまで再現できたら別にエアジョーダン1わざわざ履かなくてもいいかなっていう気持ちになってしまうぐらいの上出来なカラーリングじゃないのかなと思います。お前まあ何回も言うようなんですけども、まあオールレザーなんで手入れもしやすいですし、まあ雨の日には履かないですけど、やっぱりレザーのね、スニーカーって雨の日にもねすごい相性がいいので、まあ仕事とか、普段にですね、こちらしっかり履いていきたいと思います。ではですね、早速ちょっと、試着してみたいと思います。
本日いかがだったでしょうか。まあまた今回もですね、エアフォースワンのですね、ナイキ ID で、新しいですね、カラーを作成したわけなんですけども。でまあちょっとおさらいとして、一回ちょっと全部紹介したいと思います。はい、こちら、6足、1ヶ月間で購入したナイキエアフォースワンでございます。ナイキ ID でございます。まあ、この中のうち2足はですね、母親からですね、プレゼントでいただいた分にはなるんですけども、まあ一応6足ですね、ナイキ ID のエアフォースワンで、今回ですね、作成させていただきました。まあなんで今回ですね、僕がこんなにナイキのエアフォースワンばっかりで、いろいろちょっと作成したのかっていうのが、まずですね、はい、とまあですね、ちょっとこちらですね、今日早速履いてたんですけども、こちらをですね、まず母親からプレゼント、誕生日プレゼントでですね、ナイキのエアフォースワンのですね、これはなんかニューヨークヤンキーズの、ジーターのモデルを意識して作ってくれたらしいんですけど、このカラーを見てですね、久しぶりにナイキのエアフォースワンで、なんかナイキ ID 作りたいなと思ったのが、きっかけで今回ですね、こうやっていっぱい僕も後で作成したわけなんですけども、まあ僕の母親はですね、ずっとアパレルでまあ20年ぐらい仕事してるんですけども、小さい頃からですね、まあ洋服に関しては結構いろんなものを買い与えてくれてた人間なんですよ。でそれこそ今度紹介しようと思ってるんですけど、僕小学校の時まあ僕らの平成の、平成初頭、まあ僕その時まだ小学校2年生とか3年生だったんですけど、当時はエビスのジーンズあるじゃないですか。わかります？エビスのデニム。まあ、大阪の人やったら多分みんな知ってると思うんですけど、僕、エビスのデニムがめっちゃ好きやったんですよ。小学生のくせに生意気なんですけど、僕、エビスのデニム3本ぐらい持ってたんですよ。それはもちろんエビスの本店で、買ったものなんですけど、で、1本買って、もうボロボロになるまで履きまくって、で、それでもね、小学校成長期で、そんな、それこそ砂浜とかで遊ぶような、時代にですね、エビスのデニムで、それ、砂浜とか走りまくってたんですけど、まあ、そういったね、感じで母親は結構、洋服に関しては結構いろんなものを買い与えてくれてたんで、まあ、こういったね、スニーカーをたまに、プレゼントをしてくれてたんですよ、昔から。で、今回ですね、こちらの、まずはじめに、このヤンキースの、ジーターのモデルを意識したエアフォースワンと、はい、こちらですね、トラビス・スコットのトラビス・スコットの、エアジョーダン4のモデルを、イメージした、こちらですね、エアフォースマンですね。こちらを、2足プレゼントしてくれました。で、そこからですね、この2足を、はじめとして、バン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 ハマっちゃって、いろいろ、まあ、作っちゃったっていう感じなんですけども、まあ、今回ですね、1ヶ月でこんだけいろんなカラー作ったんですけど、まあ、中でも、一番やっぱり気に入ってるのは、このやっぱネイビーですね。さっき紹介したこの、初めてこのナイキ ID 全部作るきっかけとなった、やっぱりこのプレゼントしてくれた、このエアフォースワンのネイビーはすごい気に入ってます。で、あとまあ僕が作ったのは1、2、3、4つ。この4つですね、作ったんですけども、まあ一番気に入ってるのは、まあ、やっぱりこれかなと。まあ僕が意識して作ったんですけども、ナイキと、シュプリームでコムデギャルソンですね。3社のですね、コラボの、スニーカーが、いつやったかな、あれ11月ぐらいやったかな、去年の11月か12月ぐらいに出たんですけども、それを意識した、こちらですね、スニーカーをまあ僕作ったわけなんですけど、これはねすごいとても、気に入ってますね。1994年とか、それぐらいにですね一回出て、でその後まあこのね、紹介動画見てくださった方はもう知ってると思うんですけども、まあこういったね黒白のレザーでエアフォースワンっていうスニーカーって過去にもなんか1回か2回出してるんですけど、もうね10年ぐらい多分出てないんですよ。で結構こんなねシンプルなスニーカーね毎年出てるやろうっていう感じがするんですけども、実はエアフォースワンでは出てなくて、なんかキャンバスかなんかスウェードやったかな、なんかちょっと違った素材では出てるんですけど、こういったねオールレザーでは出てないので、こちらねすごい気に入ってますし、一番こう重宝して履ける色合いじゃないのかなと思って、とても僕の中では気に入ってます。まあ今回紹介したスニーカー全部ですね、届いてそんなに時間経ってないので、まあ、結構やっぱ履いてるのはこのネイビー、あとはこのゲームロイヤル風のエアフォースワンですね、は結構履いてますね。なんかやっぱりこう今季節の変わり目なんで、割と明るめのデニムとか履くときに結構青系の、スニーカーは、重宝して、履いてるっていう感じになりますね。でまあ今回はまあ新しい、こちらですね、シカゴ風のエアフォースワンが届いたんですけど、これも多分めっちゃ気に入ってバンバン履きそうですね。はい、ということでですね、本日はいかがだったでしょうか。でまあ今回いろんなね、スニーカープレゼントしてもらったりとか、まあ自分で作っていろいろ振り返って思ったことがあるんですけど、もう何回も言うようなんですけど、僕やっぱりエアフォースワンがやっぱ好きですわ。なんでって言われたら、すごい説明が難しいんですけど、やっぱり僕レザーのスニーカーがやっぱ好きなんですよね。掃除がしやすいんですよ。まあ、僕のライフスタイルだったり、まあ、その掃除の仕方、あとはやっぱりそのスニーカーって皆さん同じだと思うんですけど、履く楽しみもあるし、こうやってね、
いろんなこうカラー並べてこうやって見る楽しさもあるじゃないですか。でその見る楽しさの中にスニーカーちょっと汚れてたりしたら嫌じゃないですか。こうやって家飾ったりするのにスニーカーちょっと汚れてたら嫌じゃないですか。スニーカーって1個買ったら絶対ずっと長い間綺麗に保ちたいんで、なんかやっぱメッシュとかヌバックとかスウェードはやっぱ難しいんですよね、手入れが。まあその点で僕やっぱりエアフォースワンが一番好きっていうのもあるんですけど、このソールのこのもうごつさですよね。このもう履き慣れちゃってるんですよね。僕もやっぱり皆さんと同じでジョーダンも好きなんで、たまにはエアマックスもう履くし買うんですけど、最終的に一番やっぱ履いてるなと思うのはこのエアフォースワンなんですよね。まあ皆さんもね、もちろんね、そういったレアスニーカーもすごいいいんですけど、こういうね、ナイキ ID で自分なりのスニーカーを考えて作って楽しむっていうのも一つの楽しみ方なんじゃないのかなと、思いました。ということでですね、本日の動画いかがだったでしょうか。まだですね、チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたらですね、こちらの方にチャンネル登録のボタンございますので、こちらクリックお願いします。ということでですね、また次回の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。